北海道新幹線の新函館北斗駅では大きな荷物を持って東京行きの列車に乗り込む家族連れの姿が見られました。 JR 北海道によりますと、東京方面への列車の混雑はピークを過ぎたものの、今日も多くの列車で予約率が 50% を超えています。エスコンフィールドに行ってきて野球見て家族としてゆっくりしてました。子供も大きくなったんで久々にちょっと遠出をして、はい、楽しかったです。いい思い出になりました。どうですか、1週間休んだ後の明日からの仕事っていうのは。ちょっと憂鬱というか、あんまり乗り気は乗らないですね。こっちが楽しすぎたので、はい、今年のゴールデンウィーク中の新幹線の予約数は新型コロナ感染拡大前と比べて8割ほどにとどまっているということです。